ありがとうございますはい、あ、磯部屋ちょっと後ろですちょっと後ろです <laughs> はい、ちょっと後ろ、あ、そこら辺ですねはい生田さあのさんもありがとうございますということで、映画デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション全勝完成広社会をこだてもありますよろしくお願いしますよろしくお願いします 今日は千分の一のこの母艦の前での完成披露のお披露目になりましたので皆さんからまずは一言ずつご挨拶をいただきますはじめに主人公小山門出役になります生田里良さんですあ、皆様こんにちは本日は足を運んでいただき本当にありがとうございます小山門出役を演じさせていただきました生田里良です えー、今日は皆さんが映画がこうもっとワクワクさらにワクワクするようなお話いろいろさせていただけたらなと思っておりますどうぞよろしくお願いしますイクタスありがとうございます続きましてオンタンこと中川オーラン役を務められましたアノさんですはい今日はありがとうございます中川オーラン役を演じさせていただきましたアノです どうかよろしくお願いいたしますありがとうございますさあそしてもう一方ね国民的キャラクターの磯部庵も来てくださってるんですけれどもまあご挨拶いただきたいですけどその前に生田さん、はい、この磯部庵についてちょっとご紹介していただいてもよろしいですか、うん、はいあの磯部庵はですね私演じる門出がですね、えー、愛読している愛読書の漫画の 主人公なんですけれども、あ、お、お、お、なんか、なんか、何か言いたい。言いたい。これはもしあの、喋れるってことですかね。じゃ、あちょっと磯部屋に任せちゃってもいいですかね、お二人。じゃ、お願いしちゃいましょうか。うん。では、お願いいたします。あれれ?。お願いいたしますって言った瞬間に、なんか。あれ後ろから。え、まさかの?。 怖い。うん。こんな小さくなってますけど、大丈夫ですか。見せていいの。しかも。守らなきゃ。大丈夫かな。なんか、お子さんですかね、こんな小さくなるってことは。あれ。どう。なんか、あれ。怖い怖い。一生懸命。まさか。おじさんが必死に。え。必死に。知らないおじさんが必死に。今すごい。頑張って。みんなとってる。大丈夫かしら。これはやばいかもしれない。 なんだか大変なあ,あ,あれあ,あれはい原<あ>作者の浅野犬尾先生です,すごい <laughs> こんなに身長が大きいのに伝作者の浅野犬尾先生が出てきました <laughs> まさかの体を張っていただいて大丈夫そうですか浅野犬尾先生お疲れ様でございます拍手、はい、<laughs> えっと 藪から棒にすいません原作の浅野にようですよろしくお願いします変な登場の仕方 <laughs> <laughs> まさかず,ずっと中腰だったんです <laughs> そうですよねすごいでも <laughs> <laughs> だから少しこうちょっと小さい感じになってたんですねはい、うんはい、じゃあこのお三方で今日は舞台挨拶を行ってまいりますスチールの方々がここからフラッシュなしに切り替えてくださいねどうぞよろしくお願いしますお願いします。 さあ、まずはじゃあ先生にお伺いしたいと思います。ついにこのね、出て出てがこうやって映画化ということでおめでとうございます。はい、しかもアニメ作品初でございましたけど、はい、もう原作ファンの方もたくさんいらっしゃっていると思いますが、そもそも原作をどうしてこういうふうに書こうと思ったのかっていうきっかけから教えていただいていいですか？はい、そうですね。えっ、ー、とすみませんね息が上がっちゃってて、<laughs> えっとまあ原作は。 えと連載が始まったのが10年ぐらい前でして、えーまあ、その頃ろの、まあ、大きな災害であるとか、えー、とあの人々の価値観の変化みたいなことがすごく顕著な時期だったので、えー、そういうものをモチーフにして漫画が描けないかなと思ったのが、えー、最初でしたそして生田さんとあのちゃんってちょっと呼んじゃっていいですかね、はい、お二人は原作読まれてどう思われたんですか はい、あのまず開いてすぐにあの浅野先生のその絵力がすごくてあの人の表情の,その裏の裏の裏の感情ぐらいまで出てるようなあの表情だったりあとこういう母感のすごい細かいディティールの,あの迫力にすごくやられてで言葉もすごく強いですしとにかくどん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 世界にのめり込んでいってしまうそんな作品でした。 絵のタッチとかはもうそうだしやっぱり角出と温旦のこうほのぼのとした生活だったり絵のタッチの柔らかさとは反してやっぱストーリーのこう鋭さとか今日いきなり来るこうなんかリアルさだったり絶望さが。 癖になって僕はとても好きでりさせていたただきました本当に一度読み出したらもうあっという間に、ね、私も12巻一気に読んでしまうっていうぐらいの大好きな作品だったんですけどそれがついにこの大スクリーンでアニメーションでっていうことで浅野先生も初のご自身の作品のアニメーション映画化ていうのはどういうふうに思われたんですかそうううですねあの、まあ、こういうのは本当こう自分から、ね あの作ってくだ,さくださいって言えるものじゃないので,で最初最初に本当に最初の企画が、えー、あの来た時はもう随分前の話でもう5年6年もうちょっと前かもしれないですけれども、えー、と僕は元々もともと20年以上漫画描いてますけれども、まあ、ひねくれた人間なんですよ <laughs> なので、まあ、原作も、まあ、そもそも、えー、と比較的ニッチなものが多い中ででもこの「デデデデ」に関しては 比較的メジャーな感じといいますかすごいまっすぐな内容になっていたので逆にこのアニメ化の話を断ってしまったらた、まあ、多分生涯もう二度とアニメ化にかかることはないだろうなという気持ちがあったのであの比較的即答でお願いしますというふうになりました。 ね、皆さん、これから見ると思います本当興奮しちゃってすごい世界が動いてると思ったんですけど、ね、あのちゃんと生田さんも今回声優ということでお仕事が来たわけですけどあのちゃん、そもそも声優に興味がおありだったんですよねそうですね。うん なんかあんま詳しいことわからないし別に勉強してたとかは全く1ミリもないけど声が結構やっぱ特徴あるって言われること多くてななんかなんとなく興味あるみたいな感じだったんで結構こんな早くあのお話いただけてよかったですしかも大好きな原作のってことですしねうん <laughs> <laughs> そうですよ、ねはい、じゃあ生田さんは今回2度目の声優というお仕事になりましたけれども、はいはい、どうでしたかこの作品っていうので。いや本当にあのオファーいただいてで私が前にあの前回初めて声優をやらせていただいてその作品も見ていただいてあのお声がけいただいたのであのすごく この私の声が門出にぴったりだと言ってくださってで初めてあのお会いした時も「の私の演じる門出がそのままみんなの門出になるからそのままやってください」って言ってくださってすごいこう緊張感と責任感もあったんですけどその言葉を信じてしっかり臨もうっていう感じではいやってました。 そこは安野先生キャスティングにもすごくこだわられたんですねですね。ね。そうであるとかオーディションは全て参加していたので、まあ、ただ最初そのキャラクター的にあの難しいであろう温タンというキャラクターの、えー、とオーディションから始まったんですけどあのその時にあのもちろん何人かいる中での1人があのちゃんだったんですけれどもあの,あのちゃんの,あの,そのテストをしてもらった時にその現場の雰囲気が本当に一変するような。 感じがあったので、まあ、僕の中ではもうその段階でもう確定という感じだったんですねで実際それであの,あのちゃんの配役が決まったんですがその後にその門出役あの普通の女の子である門出役だから最初はそんなにあの人選難しくないのかなと思ったんですけれどもやっぱり普通でありながらあのちゃんの横に並んで今このように並んで。 バランスがいい人って誰なのっていうのはすごいそれで一回暗礁に乗り上げたんですねでその中であのプロデューサーさんに生田さんの名前を出してもらってあの最初僕全然その生田さんっていうアイデアがなかったんででも実際言われてみるともう本当にこの組み合わせ以上のものはないっていうのはもう皆さんこの絵面を見ても分かると思いますけれどバッチリなんですよっていうふうに僕は思ったのであの原作者特権じゃないですけれども。 あの原作者がどうしてもと懇願してますという申し添えをつけてお願いして快諾していただいたという形になっていますまさにそのあの門出と雲丹ンンが魂が吹き込まれたみたいなスクリーンで見てる時に2人の声聞いた瞬間にそれをすごく感じたんですけどお二人は今回、ね、そういうふうに命を吹き込む声を吹き込むっていうことでどんなところをこう意識したりとか。 悩みながら進んでったんですか。やってみてどうだったかも聞きたいです。うんはい、そうですね。あのー、私の演じる門出っていう子はやっぱりすごくこうあのー、周りの環境とかこう例えば家族であったり、えー、好きな人であったり。 あの温暖であったりいろんな人にそれぞれにこう接し方がちょっと違ったり実は心の中で思ってることがあるんだけれども口に出した時は別の言葉になってたりっていうちょっとこうあのセリフの中でも裏にこう本当の感情が見えるようなそういうあの喋り方っていうのをすごくこう探していくのが結構難しかったんですけどそこはすごくこう自分なりにたくさん向き合って門出、えー、に声を吹 入れさせてもらいました真、うん、のちゃんはどうですかそうですね、本当はなんか幼少期の頃とっていうので声の使い分けとかは結構意識したんですけどなんかテンションがめっちゃ高いキャラクターでもあるんで ただそのうるさいだけにならないように抑揚のつけ方とか発声の仕方は意識してそれこそあの生田さんも言ってたようにこうあの温暖もなんかそう見えて実はこう優しかったりこうけなげな姿だったり自分の変わるためにとか,か門出のためにとかいろんなあの感情が入り混じりながらの。の オンタンっていうキャラクターがあるのでそういう意味ではなんかそこを組み止みながらあの発生できるようにしましまた実はこの2人の、ね、こう感情というのがすごく複雑というのはもう見ていてどんどん感じるんですけど浅野先生あのこの2人のキャスティングというのはいつ頃から決めてたんですかさっきあの、ね、映画化とかそういうのも結構前からっておっしゃってましたが。 まあでも実際、アニメーションの制作っていうのは不思議なスケジュール感で動いてまして、えー、とオーディション自体は2年半ぐらい前から始まってたという感じですかねだか割とこう中盤から始まったんですけれども、あのー、やっぱまあその全体の作品の方向性であるとかそういうものって結構、主演が誰になるのかということでかなり変わってくるのでそういう意味で言うとすごく恵まれたキャスティングだったなというふうに思います。 じゃあ,ね、あれよあれよとお二人をこうメディアで見るようにもなっていくというそうなんですよだってお二人紅白出てるんですよ <laughs> <や>だから最初あのちゃんのオーディションがあった時は、うん、あのもちろんそのもう有名になってはいたんですけれども、うん、ここまで有名になるとは思わなかった <laughs> っていう時期だったんですちょうどその最中というか、うん、バタバタしてる最中だった。<う> だし生田さんもその決まった後にあに YOASOBI の,夜遊びのね曲がねあんなに有名になってすごいいと思いませんかだからあの同じね業種の人たちその映画業界の人とかにどうやったらこんなキャスティングできるのっていううに聞かれるらしいんですよ、最近。これは本当にあの巡り合いというかたまたまなんですよ。 しかも、浅野先生、あのアフレコにも立ち会っていらっしゃったんですよね、お人の。全部ではないんですけれども、あの時間があるときはもうその現場であの見ていましたし、あのそれ以外のときもすべてリモートですけど、すべて音声ではチェックしています、すべて。はい、そうだったんですね、じゃあ、お二人も一緒に収録するところとかっていうのはあったんですか、今回。はい、ありました。うん どうでしたかお二人でやってみて何か印象に残ってることとかありますかそうですねあの初めて2人でやったシーンがあのすごい喧嘩の取っ組み合いをするシーンでシーンでもあるしでそこで実際に本当にこう取っ組み合いをしてなんかセリフだけじゃなくってあの殴ったり殴られたりみたいなとこの台本にはない音を 入れたたりみたいなところがすごくく難しくって、うん、入れつつやっぱその結構いろんなテンションが入り交じってちょっと長めにの近くで撮ったから、うんうん、もうそれまでね満を持してみたいな空気が、うん、緊張感 <laughs> なんか変に緊張感出してる人たちとか <laughs>、ね、<laughs> いてもう本当にドキドキしながら、うん、けどすごいなんかうまくいった。うんうん うん、感じはあります。やっぱりお互い音楽をやってるからか、こうマアイとかのすごい相性がすごく良くて、喧嘩のシーンではあったんですけど、すごい相性がいいなってすごく思いました。それをでは朝野先生も聞いていたんですね。聞いてました。まあ僕は運動は苦手なんですが、<laughs> どうでしたか、お二人のその掛け合いしている様子っていうのをこう耳で聞いてみて,て。そうですね。あのまあもちろん。 監督からのディレクションとかもあるんですけれどもでもやっぱお二人やっぱ、ね、勘どころがすごくいいのでしかも結構ある程度準備してきてくれるんですよねでそれはやっぱお二人自身の中から出たものなので結構僕的にはもうそれ以上監督それ以上変えなくていいみたいな気持ちに見てる時もあったんですけれどもやっぱそういう部分もバランス取って非常に素晴らしい演技してもらいました。 なんか練習しなくていいとかめっちゃ言ってい、うん、ました、<laughs> うん、ずっと。でもね、浅野先生にとってももう本当にだから想像を超えるっていう経験だったってことです、ねうん、今聞いてるとそとですね、まあ、ある意味うんと、2人の素の部分が出てくれれば出てくれるほどいいなと思っていたんで、そのなるべくこう想像しないようにしていたあの、答えを決めちゃうと間違ってるとか。 合ってるとかっていう風になっちゃうんであえて何も考えずにそのまま出してきたものをあのいただくのが一番いいんじゃないかっていうふうに僕は思ってたのでそれがそのままあのスクリーンに映ってると思います素晴らしいねシーンでもございますさてここでですね一つお知らせがあるんですけれども情報解禁もすでにされて大きな話題になってますけれども実は本作の主題歌お二人で前章と後章 担当されてておりましてで皆さんも予告編で聞いたことがもうすでにあると思うんですけれども前章はあのちゃんの「ぜぜぜ絶対正紀」これ3月20日に発売になりますで後章は生田さんが担当された「青春王家」これが4月の17日に発売になりますでお二人それぞれがフィーチャリングっていうことでそれぞれの曲一緒にうるたわれてるわけですでさらになんですけれどもこの2曲の CD のジャケット浅野先生が なんと書き下ろし、これなりました？あ、もうあ、そうです。今日ちょうどお昼に解禁だったのかな。<laughs> はい、見ました。はい、すごい可愛い,いというか、もうこれはぜひ一緒に並べたいっていう感じですが、どういったところこだわられたんですか？そうですね。あのまあお二人のそのジャケット、あの横に並べると一つの絵になるようにというふうにしてるんですけれども、<laughs> まあ言うて自分は原作者ですけれども、もう漫画は終わってますんで、やっぱ二人の 絵を描くっていうのはもう本当に限られてるんですね何だったら今回もしかしたら最後かもしれないしっていうまあ、ちょっと名残惜しさもありつつの、まあ、全力でポップな感じであの描かせてもらいました可愛かったですよね2つ並べるとみたいなのがちょっとあったりしてぜひ皆さん やってみてみくださいしかもちょっとこの主題歌について聞いてみようと思うんですけれどもあの生田さんとあのさんがそれぞれどんな経緯でこの曲をこう生み出していったのかっていうのも聞いてみたいんですが最初に全章なのであのさんから聞いてみたいと思いますけれどもどんな思いで作り上げていったんですかそうでですね、まあ、フューチャリリング田ラっってどうもあってあ どんなな曲がいいかなって時にやっぱり普段やられてるアーティスト活動ではあんま聴けないような歌声だったりワードも聴きたいなっていうので僕は結構あの普段シャウトとかデスボーを使うのが好きでそ,うしそれを幾たリらにやらしたいと思ってからの凛のとしてシグレの TK さんに、まあ、シャウトだといえばって思って。 お願いいいさせててただいてずっとやりたかったっていうのもあるしすごい相乗効果でまた新しいものができるんじゃないかなっていうのとやっぱり全勝で交渉につながっていくこうものでもあるっていうところで結構ぐちゃぐちゃにこう破滅とあと2人のほのぼのした感じを入れたい願望とかを全部詰め込,もう詰め込みたいなと思って歌詞も。 あの結構今までにないぐらい真剣に、まあ、いつも真剣ではあるんですけどなんかもうかなり寝る時間を削ってもうほんなんか白目向きながら描いたですっごい僕は思い入れがあって本当にあにこれからあの映画とともに聞いてもらえるのが楽しみで。もう悪,悪いらを 引き出したいなっていうのでちょっとやってもらいました。悪いくたりいくたりらになりました。<laughs> とっても隠るいいので。このデスボイスに関しては、はい、あのちゃんからの生田さんへのディレクションみたいなあったんですか。うん、あディレクションではなかったんですけど TK さんのスタジオに行かせてもらって、うん、TK さんに教えてもらいました。教えてもらえるもんなんですね。いやもうあの<な>直前まで TK さんにシャウトし やっていただいて、それを聞いて真似して、うんうん、ああみたいな。<laughs> 目の前で一応でもやってもらった上で。そうなんです。実は。うんうん、ちょっと初めてシャウトをやらせていただきました。だから、なかなか今までのね、うん、経験のない、その音楽の世界に。うんはい、生田さんも。楽しかったですか。はい、すごい楽しかったです。こういう機会がないと、きっとできなかったことなので、あのちゃんだったり、TK さんだったり、感謝してます。 そして生田さんが今回ね次は「交渉」になるんですけど、はい、何かこう作る上でこだわった点とか、うん、あと、ね、あのちゃんに何かリクエストとかしたのかも聞いてみたいです。はい、えーと。まずこの「交渉」の最後に流れるっていうことで私自身が原作の漫画を読み終えた時にどんな音楽がここで流れてきてほしいかなっていうのをすごく考えていて。で あんまり詳しくはまだ言えないですけれどもでもやっぱり2人の温暖と門出のもうくだらない日常の会話が聞こえてくるような曲が私は読者としては絶対欲しいと思ってその思いをもとに曲を作らせてもらってでそこにあのちゃんの声をイメージしながら歌詞を書いてでで渡,さ,渡しさせていただいてっていうような流れで歌を入れてもらいました。どうでしたか今回 あのちゃんはそその曲をもらっててて歌われてみてそうですね自分の,あの楽曲にはないようなあの感じだったりやっぱすごく日常自分たちの日常にもフィットするというかもういつでも聴いても心地がいいなって思えるメロディーだったりしたので家でもこう口ずさんじゃってますね、うん、歌ってても楽しいしすごく素敵な曲です 何かリクエストもらったたりしましまうーんなんかでもあの二人の会話をあそうだ、はい、会話をなんかの、うん、別の音楽番組とかで一緒の時にうん、うん、ちょっといいみたいな感じで <laughs> <対>ちょっと時間もらってもいいとか言って<対>あのちょっとのさっきの,あのテーマ間での曲を作りたいっていう中で実際にあのちゃんと私の会話を録音したのを曲の中に入れたいなと思って。うんあの 明日世界が終わるなら何したいみたいな内容のことを実は楽曲の中に盛り込ませてもらったりしていて、うん、はい人見知りなんてめちゃくちゃあれでしたけど <laughs> なんかその感じも全部あの込みで、うん、会話を聞き取れるのか、うん、よーく聞いたら分かるかもしれないです、うん、なのでよく聞いてほしいなっていう是非です <laughs> ぜひぜひ それこそねあの原作の世界観が歌の中にですね先生どうでした聞かれてみてそうですねいや本当2人ともあのすごいニーズを分かってるというか <laughs> 完璧なあの曲の方向性もあの曲に関しては本当に制作チームから多分なこういうのを作ってくるってことは多分一言も言ってないはずなんですよね <laughs> ちゃんと前哨後哨ぴったり合う内容だったんですけどもで僕はあのもうすあの曲は「あは お二人のもの聞かせてもらってるんで確かに生田さんの曲の終わりのところに会話ありますよねありますありますあれは僕はちょっと何言ってるか分かんなかったんですけどちゃんと聞けば分かるんですかどうですかね結構加工もかけちゃってるのでラジオボイスみたいなでももしかしたら聞き取れるかもしれないですそこの会話が何言ってるか分かんないんですけどすごいなんか青春的なね感じがあってはい。 もう本当におっさんの僕はねすごい遠い目をして <laughs> セピア色の昔をちょっと思い出したりしてましたけど本当に素晴らしい曲になってましたいやありがとうございますエンドロールまずは今回はね全勝そして4月になったらこの交渉も一緒に楽しんでいただきたいと思いますありがとうございましたありがとうございましたまそれでは写真撮影を行いますでは今一度磯部やん どうぞお越しください。あ聞いたよ。写真撮影に参加でございます。やっぱ動き違うね。お <laughs> とと,とはいじゃあぎゅ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 とくっついてください。はい。オッケーです。じゃあ。 まず1列目の真ん中にいる、はい、ロック T シャツを着ているお兄さんがオフィシャルさんです、はい、真ん中から今度左行きますからねでその後右ですはいじゃあ左チームどんどん行っちゃってくださいお時間ないのでどんどん行っちゃいます はい、はい、他の外側の人たちもどうぞどんどん手を上げちゃってくださいね一人ずついけないかもしれないのでポンポンいっちゃってください、はい他の左チームはいはい後ろ一番奥の左チームはい一番奥ですねあそこにアイスブンね左側向けますちょっとありがとうですそうですはいはいはい一番奥 はい、はい、いいですかじゃあ、今度、一番右です、一番外から行きます、実はね、ここです、はい、ここから行きますよ、から内側入ってきます、はい、どんどん行きますよ、うん、そうです、す 1>, んさん1人ずついけないから手だ、手手上げちゃったもの勝ちになっちゃいます、はい、そうです、ありがとうございます、後ろの人にもね、目線お願いしますね、じゃあ、そろそろ、内側入ります、はい、どうぞ。 ちょっとお客さん待っててくださいね。はいはいどうぞ。はい他の人もどうぞね。ちょっとあんまり短いね。どんどん手挙げちゃってください。あ二列目の人も前の人も。うんじゃあ前行ってから二列目行こうかな。はいはい。手挙げちゃってくださいねどんどん。はい他の人。はい。はい後ろの人。はいじゃあもう一回オフィシャルさんです。はいじゃあオフィシャルさんです。いいですか。 ありがとうございます。はいはいありがとうございます。じゃあスチールさんたちしゃがんでください。ではここでムービーカメラでちょっと動きをやろうと思うんですけど、今日たくさんお客様がいらっしゃってますし、3月22日大ヒットを祈ってみんなでちょっと声出しをしようと思ってます。で。

ちなみにその時にちょっと大きな音が出ますけれども、パーンっていうのが出ますけど、まあびっくりされないようにだけよろしくお願いします。じゃ一回練習します。じゃあお願いします。せーの今年の春休みはでででで。一回で大丈夫ですかね、これね。もうちょっと声出そうな感じもしますけれども、うん、ちょっとちっちゃいな。あと一回で行っちゃいましょうか。あと一回やりますかね。あじゃあリハーサルね。いきますよ。じゃあお二人お願いします。 今年の春休みはでででで。お<ー>、これじゃあ本番はさらに2倍ぐらいですね。3倍ぐらいかな。<laughs> うん、いいですかね。ねじゃあやりますか。はい、本番いきます。はい。それではお二人お願いします。今年の春休みはでででで。はい、ありがとうございます。じゃあそのまま手を振ってください。 みなさんで素敵なですね写真撮影ができましたさあそれではいよいよ最後になりますのでここで磯部庵には先にお別れになります磯部庵どうもありがとうございましたありがとうバイバイ気をつけて帰ってくださいね <laughs> ありがとうあ,<っ>ありがとう, <laughs> がとう拍手バイ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  <laughs> はいどうもありがとうございました さあ、それではいよいよ上演になりますので、皆さんから最後にご来場の方に一言ずつご挨拶をいただきます。まずは、生田さん、お願いします。はい。本当にクソヤバい作品に映画になっておりますので、皆さん最後まで楽しんでいってください。ありがとうございます。ありがとうございます。では、あのさん、お願いします。はい。まずは全勝ですけども、あの、とても、あの、 楽しみです。皆さんの反応が見ての。なので、ぜひお楽しみください。交渉も後々、ぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。では、最後に浅野先生、お願いします。はい。えっ、ー、と、ちょっと長くなります。ちょっと長くなります。えっ、ー、とですね、えー、足掛け5、6年、えー、このアニメーションの作業、えー、とずっと続けてきましたが、 えとなかなか原作者と映像化というものの関係性というのはすごく難しいもので、えー、なるべくこうノータッチであればできるんであればいいなと思っていたんですが蓋を開けてみるともうコンセプト会議から、えー、脚本会議から配役の会議からアフレコそして曲すべて、えー、と結局関わってきてしまうという状態になっていました。で実際、えーと 最終的に最後まで作業しているというのは作画の部分なんですけれどもそこの部分がなかなか厳しい状態になっていまして、えーと僕,がまあ、僕も絵描きなので、えー、とそこの部分どの程度関わっていけばいいのかなというふうに考えてはいたんですが、えー、と実際、全章だけでもおそらく100か200カットぐらいのリテイクをお願いして、えー、作業していただいています。 そのリテイクも,もう僕が直接こういうふうに直してくださいという赤を入れるような形で書いてたりもするんですがそこには制作チームの方々に対応していただいてで僕自身も一部リテイクが難しい部分に関しては僕が直接アニメーションデータをいただいて直接レタッチしたりであとか部分場所によってはもうちょっ ゼロから書いてる部分も僕が直接書いてるところもあったりするんですが、えー、そういう状態で作業は進行ししておりました、えー。実際そうやってアニメーション作業に片足以上踏み込んでしまった身分から言わせてもらいますとアニメーション制作というのは関わる人数も多く期間も長く予算もあるんですが限られたリソースの中で。 全員が全員納得をするものを作る、えー、クオリティを最高のものを作るっていうのはかなり難しいものなんだなっていうことが、えー、実感しました、えー、そのような形で今回作業に関わってきたんですが一つだけ今日、えー、とご説明しなきゃいけないことがありまして今回完成披露社会と銘打っておりますが、えー、と実はまだまだリテイク作業が並行して進んでいます で来月の本公開までに、えー、と結構重要なシーンも含めて、えー、リテイクしたものに差し替わる予定になっています、えー、そして、えー、3月の本公開そしてその翌月には、えー、交渉が控えてるという状態なのでまだまだ制作は進行しているという状態であります、えー、そんな中なんですが制作、えー、チームの皆さん えー、ものすごく頑張って政策に尽力してますで僕もやれることはすべてやりましたというか今もやっています、えー、そういう状況であるということを一つご留意して、えー、ご覧になっていただければいいかなというふうに思いますでですねまだ続くんですがすいませんね <laughs> えっと、えー、まずえー、っと この企画をそもそも発案してもらったギャガのプロデューサーさん、えー、制作の黒川監督はじめ制作チームの皆さん、えー、素晴らしい演技をしてくださった声優の皆さん音楽の梅林さんそして何よりこの主演のお二人あのちゃんといくらちゃんいくらちゃんって言っちゃった生田さんは本当にかけなく素晴らしい演技をしていただきました。えー、アニメーションででででに撮って 本当にお二人は絶対の存在なんだなというふうに思いました、えー、そして、えー、今日会場にお越しくださった皆さん、えー、改めて本当にありがとうございます、えー、ということを1つ申し述べておきたかったんですが、えー、と何個か言わないきゃいけないことがあったんですが若干抜けてる気がするんですがえー、っと大丈夫かな <laughs> <laughs> ちょっと待ってくださいね多分大丈夫かな、えー、そういう感じになっております えー、で最後に一言だけ言わせてください、えー、漫画原作の映像化というのは本当にいろんなことがありますでもこれはお祭りですから、えー、どうか皆さん楽しんで帰ってください今日はどうもありがとうございました ありがとうございました以上をもちまして舞台挨拶は終了いたしますありがとうございましたありがとうございました朝乃井尾先生ありがとうございました生田リラさんありがとうございますあのちゃんありがとうございます